競馬アメリカ合衆国の競馬アメリカ合衆国の競馬ではアメリカ合衆国における競馬について記述するケンタッキーダービーの様子南北戦争が始まるまでアメリカは長距離競馬王国だった競馬の発祥国であるイギリスでは4マイルもあるような競争やヒート戦は18世紀のうちに下火になり19世紀半ばには 3歳や4歳の若馬による1マイルから1マイル半ほどの短距離で行われる英国クラシックが主流になった。アメリカの競馬界はイギリス国内でのこうした短距離化を冷ややかな目で見ていた。アメリカでは数マイルから時には20マイルにもなるような距離で負担に耐えスタミナを競う競馬が進歩された。19世紀半ばに起きた南北戦争によって アメリカの競馬も荒廃した。終戦の頃には、南部諸州には競馬をやるような視力も競争馬もなくなっていた。中立州のうち、ケンタッキー州は戦火による打撃を受けたものの、それ以上に南部諸州の荒廃による利益を得た。北部では、戦時中も競馬が行われていた。戦争中の1863年には、アイルランド系移民のギャング、デッド・ラビッツのボスであるジョン・モリシーによって、 サラトガ競馬場が起こされた。戦争が終わる頃には、南部はすっかり荒廃してしまっていたが、北部には無事な競馬場があり、資材があり、南部から逃れてきたか強奪してきた競争馬がたくさんいた。この結果、19世紀後半は、北部諸州がアメリカ競馬の中心地となった。特に、東海岸のニューヨークとその周辺では、新しい競馬場や大競争が、 次々と作られ、現在の東海岸競馬の直接のルーツとなった。これらの中には、プリークネスステークス、ベルモントステークス、サバーバンハンデ、フューチュリティなど、現代のアメリカ競馬を代表する競争も多い。中でもフューチュリティは、全米最高賞金の競争で大変な人気となった。この競争は、アメリカでは最初期の2歳馬による短距離の大競争だったが、 アメリカの競馬界が短距離、二歳戦に傾倒する流れを作った。ニューヨーク周辺で没興した競馬はやがて全土に広まり、1870年代には中東部でケンタッキーダービーが、1880年代には中西部でアメリカンダービーが始まった。しかし、同時にブックメーカーによる不正や競馬に関わる犯罪行為も大きく増えた。19世紀の後半から、 全米の保守層には競馬を禁止する動きが広まっていたが20世紀の初めにはそれが法規制となって実現したあちこちの州で賭博を禁止する法律が可決され1908年にはとうとうニューヨーク州でも事実上競馬が禁止になった10年間で全米の競馬場は314馬から25馬に激減したアメリカの多くの州で競馬が不可能になったことで カナダや競馬を禁止しなかったケンタッキー州やメリーランド州の競馬が利益を得た。しかし競争馬生産の観点からは、生産頭数に大量の余剰を出すことになり、数千頭が海外へ輸出された。優秀な調教師や機種、裕福な馬主も多くが大西洋を渡ってイギリスやフランスへ移った。競馬を再開するため、各州で統括団体が組織され、厚生化や、 記号法ブックメーカーの取り締まりが行われた。ニューヨーク州では1913年にベルモント競馬場、サラトガ競馬場が再開にこぎつけた。しかし、かなりの州では競馬が復活しないまま消えていった。各競馬場の運営、開催に関しては各州において認可を受けた競馬機関によって取り行われている。競馬場単位で運営が独立しているため、競馬場単位で 競争原理が働き、ボーナス賞金を設定して有力馬の出走を促すといったことが積極的に行われている。これら各地の競馬場は相争い、売り上げは伸びていたが、1970年代から80年代にはインフレ率を考慮すると実際には伸び悩んでいた。観客数をもとにした統計に従えば、競馬はアメリカで最も人気の高いスポーツのはずだったが、 実際には高齢化しつつある固定客が足しげく通っているだけで実態を反映していないと考えられてきた。馬券の売り上げの観点では全米で宝くじの発売が盛んになったり東海岸のニュージャージーでカジノが合法化されギャンブル愛好家を奪っていった。カラーテレビの普及によって野球やフットボールはこれまで競技場まで足を運んだことのないような若年層や 女性の人気を獲得したのに対し、中継を行うと競馬場に足を運ぶ客が減ると考えた競馬主催者たちは競馬のテレビ中継を拒んだが、その結果競馬はますます広く一般の人気を失い、一部の賭博中毒者の娯楽とみなされるようになってしまった。その対策の一つとして全米の生産者共同で創設されたのがブリーダーズカップである。また、 これらの低迷期に対する反省として、1998年に全米サラブレッド競馬協会という全米統一機関が組織され、アメリカ全土の競馬のマーケティング、広告、プロモート、テレビ放映など、いわゆる競馬そのもののアピールを大衆へ向けて行うようになった。アメリカの競馬はダートコースでのレースが主流であり、三冠レースはすべてダートコースで行われる。 ダートは非常に粘着質な土を使っており、アメリカのダート競争は芝で行われるレース並みのタイムが出ることもある。また、芝も短くからで、全体的に日本と同じスピード競馬である。基本的に、スピードのある優秀な馬はダートへ行き、結果が出ない馬、もしくはスピードのない馬は芝路線へと向かう。ただし、日本のダート馬のようにそれほど礼遇されておらず、 アメリカの芝路線は欧州ほどレベルが高いわけではないが低いわけではない。アメリカの競馬場はすべて左回りによるトラック状の構造で設計されており、日本のように小回りで直線の短いコースも多い。競馬場ごとの違いが少ない確一的な構造のため競争場の過去戦績の分析がやりやすく、競馬新聞にベイヤ指数のようなタイムやスピードの要素を盛り込んだ指数活用が 積極的に行われている。障害競争については、東海岸でわずかに行われているに過ぎない。つなぎが速歩の年間競争数は5万3000を数え、平地競争をわずかに上回るが、売り上げは平地競争と比較してかなり少ない。2000年代中盤から2010年代初にかけて、ダートコースからオールウェザーコースへ移行する動きが見られた。2006年には、 カルフォルニア州が主要競馬場にオールウェザーの導入を義務付け2008年にサンターニタパーク競馬場にて行われるブリーダーズカップは史上初めてオールウェザーコースで行われたしかしダートの競合馬がオールウェザーでは結果を出せないということが相次ぎ競馬関係者から不満が続出オールウェザーはダートの代替になり得ないということが明らかになると オールウェザーを導入した競馬場も順次元のダートコースに戻された。世界的に見て競馬はもちろん他のスポーツでもステロイド等のドーピングは禁止されている。ところがアメリカでは競馬を開催しているほとんどの州が依然としてステロイドの使用を認めているためなぜ未だに禁止されていないのかという質問が2008年6月19日のアメリカ合衆国会員の委員会が ワシントン DC で行った、公聴会の場でなされた。また、2008年に2巻を達成した、ビッグブラウンの調教師であるリチャード・ダトロー・ジュニアによる、アナボリックステロイドの使用は、依然として様々な論争を巻き起こしているという、3歳、編集コバ、編集ブリーダーズカップワールドサラブレッド、チャンピオンシップ、編集、H は、ハンデキャップ、S は、ステークス、B は、ブリーダーズ、 C はカップ、T はターフ、CS はチャンピオンシップの略、また簡略化のため、インビテーショナルは招待、ゴールドカップは金牌、メモリアルは記念にそれぞれ訳して表記。なお、暦読みの関係上、開催が前の月に前倒しする時や、翌月にずれ込むことがあり、大週と書いてあるものがずれることがよくある。よってあくまでも目安として判断していただきたい。 ありがとうございます。